怪物は次の怪物を生む。あなたは世界でネクストモンスターと称される日本のホープをご存知ですか？今回は世界の名だたる軽量級選手の中でも最強の一角であり、完封に次ぐ完封で常に私たちの想像を超えるボクシングを見せてくれる中谷潤人選手について経歴特徴を徹底解説します。この動画を見れば激戦の軽量級ボクシングシーンをより楽しむことができるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。日本のプロボクサーである彼は2020年11月から WBO 世界フライ級のチャンピオンベルトを保持している現役無敗の世界王者です。中谷のボクシングの源泉は長いリーチとサウスポーのスタイルにあります。この特徴を生かして相手との距離を支配しながら自分のタイミングで相手を詰めていき、前に出てきた選手をとがめるようなパンチで相手に襲いかかります。スピードと角度、距離感をコントロールし相手を仕留めるボクシングは未だかつて攻略されたことがありません。また3階級上の元スーパーバンタム級統一王者のダニエル・ローマンなど様々な選手とのスパーリングによってどんな相手にも対応できる幅広い技術を備えています。そして技術の裏には絶対に世界チャンピオンになり、さらにその先に進むことでこれまでに支えてくれたたくさんの人に恩返しをするという強い思いがありました。この動画では日本のネクストホープであり、さまざまな挑戦を重ねて世界王者となった中谷潤人選手のこれまでの歩みを徹底解説します。中谷は三重県北部の町東院町でお好み焼き屋を営む両親のもと生まれました。地元でも非常に愛されている選手であり、中谷の愛称愛の剣士は地元の常連からもらったものです。格闘技との出会いは小学3年生の時、両親が礼儀作法を学ばせるため店の常連の空手師範の道場に通わせたことで極真空手を始めます。当時体格の小さかった中谷は階級のない空手の試合では厳しく、一度も勝つことができませんでした。そんな中谷に13歳の時転機が訪れます。常連客の勧めもあり、テレビで試合を見て興味を持っていたボクシングに転向すると、恩師石井幸三氏のもと幸三ジムで練習に励み、めきめきと頭角を現し始めます。石井氏は世界を見据え、右利きの中谷をサウスポーに鍛え上げます。そして中学2年生の時には 32.5kg 級、3年生の時には 40kg 級で全国 U15 ジュニアボクシング大会を連覇。しかし2012年に悲しい出来事が起こってしまいます。恩師石井氏が交通事故で帰らぬ人となってしまったのです。中谷は石井氏について世界チャンピオンになった後のインタビューで、幸三会長に出会っていなかったら今何をしていたのか、ボクシングという輝ける場所に連れて行ってもらいましたと感謝を語っています。16歳になると高校に進学せず、ボクサーを志して単身渡米を決断。反対していた両親には高校は後でも行けると説得します。アメリカでは石井氏が支持していたマック・栗原トレーナーに指導を受けます。その後元世界王者の畠山貴則氏のトレーナーでもあったルディ・エルナンデストレーナーのもとにホームステイをして武者修行。駒沢大学出身の元全日本王者岡部大輔トレーナーにも指導を受けながら研鑽を重ね、通算アマ戦績14勝2敗でプロに転向します。16歳の時岡部氏に紹介され、神奈川県相模原市の MT ボクシングジムに入門。そして2015年4月、17歳の時にミニマム級でプロデビュー。4回 TKO 勝ちを収め、デビュー戦を白星で飾ります。その後、日本国内をメインに活躍。全日本フライ級新人王、日本ユースなどのタイトルを獲得し、全戦全勝で世界に着実に近づいていきます。
そして無傷の17連勝の後、2019年2月には望月直樹と日本フライ級王座決定戦で対決。中谷はこの試合を世界へのステップと位置づけ、ロサンゼルスで合宿するなど世界を見据え、万全の準備のもとリングに上がりました。ゴングが鳴ると1ラウンドから望月に効果的なヒットを連発し、寄せ付けないボクシングを展開。低く潜り込む望月にアッパーを入れるなど、打たれ強い望月を圧倒、9ラウンド TKO 勝利を収めます。試合前の言葉通り、終始ペースを握って組み立てた上で望月を倒し、日本チャンピオンとなりました。2020年11月6日、中谷は日本の田中康生選手が返上した WBO 世界フライ級のベルトをかけ、後楽園ホールで初の世界タイトルに挑みます。この試合はコロナによって2度延期されており、また自身の経営するトンテキ専門店も営業自粛の末に閉店せざるを得なくなるほど、苦境の中谷にとっては悲願の試合となりました。相手は当時 WBO 世界フライ級1位、7試合連続 KO 勝利中の強敵、ジーメル・マグラモ。ゴングが鳴ると序盤から中谷が主導権を握ります。左右どちらからでも強いボディを放ってくる強敵マグラモを相手に、中谷はリーチを生かして距離をうまくコントロール、隙を与えません。そして1ラウンド目から前に出てくるマグラモに対して咎めるような強烈な左ストレート、一気に畳みかけますが決定打にはならず、マグラモもこれまで一度もダウンしたことのない通り打たれ強さを見せます。しかし主導権は依然として中谷。4ラウンド目には右アッパーからの左ボディを効果的に決め、マグラモの動きが止まります。間合いをうまく支配しつつも、腕をうまく畳んだ接近戦でも寄せつけない中谷に対して、マグラモは徐々にペースダウン。そして8ラウンド、中谷得意の長い距離から痛烈な左フック。マグラモはクリンチを挟んで立て直そうとしますが、中谷は畳みかけ左アッパーで追撃。打たれ強いマグラモを KO で沈め、初の世界タイトルを獲得しました。試合を解説していた山中伸介元世界チャンピオンも、中谷のボクシング IQ の高さを称賛しました。試合後、中谷はたくさんの方にお世話になったので、思いを拳に乗せてリングに上がった。世界チャンピオンになれたので、これからはもう一つ上の目標を持っていいかなと思う。と語り、見事これまで自身を支えてくれた人への22年分の恩返しを果たし、恩師石井幸三氏の悲願であった世界王座の夢を実現させました。世界王者になった中谷ですが、すでに2度の防衛を果たし、世界的な評価を高めています。初の防衛戦は2021年9月、アメリカアリゾナ州のカジノ・デル・ソル・ツーソンで行われました。相手は同級1位の指名挑戦者、プエルトリコ出身の元ライトフライ級チャンピオン、アンヘル・アコスタ。アコスタは22勝中 21KO の強打を武器にする油断できない強敵です。試合開始直後は両者距離を取り、慎重な立ち上がりとなりましたが、1ラウンド後半、中谷得意の左ストレートがアコスタの顔面を捉えます。痛烈なダメージを与えたことにより、これ以降中谷が完全に試合を支配、アコスタに何度もクリーンヒットを打ち込みます。一方、鼻血の止まらないアコスタは何度かドクターチェックを挟みますが、中谷はペースを崩しません。そして4ラウンド開始直後、レフェリーストップにより試合終了。中谷は日本人として初めてアメリカでの防衛を果たし、その圧巻の試合はボクシングファンに衝撃を与えました。さらに2022年4月には埼玉スーパーアリーナで2度目の防衛戦が行われました。相手は日本の山内涼太。この試合はゲンナジー・ゴロフキン対
村田亮太興業のセミメインということもあり注目されていました。中谷はこの試合非常にクレバーな試合運びを行います。序盤から自在に距離をコントロールしつつ左ストレート右アッパーを山内の顔面に炸裂させるなど、2回終了時には山内の顔は腫れ上がるほどのダメージが蓄積。それでもタフに踏み込んでくる山内に対して中谷は冷静に距離を取りいなします。中谷はペースを握りながら決して無理をせず山内を角度のあるパンチで弾り続けることに徹し続けます。そして8ラウンド連打を浴びせ山内が反撃を出せなくなったところでレフェリーストップの TKO 勝利、2度目の防衛を成功させました。試合後中谷は試合展開について自分のボクシングを伸ばしながらこの試合に挑めた、くっついたり離れたりを試しながら組み立てていけた、収穫がありましたと語りました。またリングインタビューではネクストモンスターと評価されていることについて、今のままだとおこがましいですがパウンド4パウンドに入るような選手になりたいとコメント。この試合を Amazon プライムの生配信でゲスト出演し観戦していた東大のモンスター井上尚弥選手は、長い距離、中間距離、接近戦、いろいろ試しながらやっていた、練習してきたことを一つ一つ相手に当てはめていく試合運びだったと評価。パンチを出す可動域が日本人にはない角度、どの距離でも戦え、強みも一つではない、今日はレベルの違いを感じたと称賛しました。フライ級世界王座の防衛を続けている中谷ですが、今後の展開について複数階級制覇も視野に入れています。中谷陣営は今後中谷がスーパーフライ級に上げるかフライ級にとどまるかについては 50-50 としながらも、いい条件で試合が決まれば即スーパーフライ級に上げる心積もりがあるとコメントしていました。また2022年6月に行われたスーパーフライ級を主戦場とするアメリカのホープジェシー・ロドリゲスの試合後には、将来の対戦は十分にあると考えてシーサケット戦を見ていた、ぜひ戦いたいとコメントしていました。一方のジェシーも、長身のサウスポーである中谷との試合は特別な試合になるだろうと話しています。スーパーフライ級には日本の井岡一翔選手もおり、日本人同士での世界タイトル戦の可能性も注目が集まっています。また中谷はたびたびルディ・エルナンデス氏の下でトレーニングを行っており、ルディ氏は中谷の強さについて、ジュントの良さはハートだね、昔から自分より強い選手とのスパーを組んでも決してひるまずに向かっていったと話し、スーパーフライ級に上げた方がいいように思っている、将来的にはバンタムでもやらせたいねとコメントしています。そして2022年11月1日埼玉スーパーアリーナでスーパーフライ級の初戦をフランシスコ・ロドリゲス選手と戦うことが決定。中谷はスーパーフライ級での戦いでこれまで以上に力を発揮できると感じています、この試合も必ず勝ちますと決意を示しました。未だ伸び盛りの中谷の前には可能性が無限に広がっています。そして現状に決して満足することなく、高いボクシング IQ でアドバイスを咀嚼しスパーリングを重ねています。前に進み続ける中谷、彼は歩みを止めない、その理由についてインタビューでこう答えています。僕はパウンド4パウンド最強を目指していますから。ザ・ライバル TV の動画を最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。あなたは中谷選手や軽量級のマッチアップについて今後どのような展開を期待していますか？ぜひコメント欄であなたの意見をお聞かせください。またこの動画が面白いと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録をお願いいたします。